Thank you.
はい、プラスイレブンにようこそおいでいただきました。今日久しぶりの、都内近郊でのソロなんですが、はい、楽しみに、来ました。本当に、なかなかソロピアノやらせてもらえるとこないんで、嬉しいですね。いつものごとく譜面は使わないで今弾きたい曲を選ぶという趣旨です。で、自分のオリジナル曲とか、最初はちょっ と, スタンダード2曲をお送りしましたが、1曲目はスマイルという曲で、2曲目は、これはいつもやってるんですけど、その場所のゆかりの、この場所のゆかりの曲を弾こうと思って、ここは上尾駅ですね。上尾駅から約歩いて4分、行ってきて8分、イットクッド8分トゥーユーという曲をお送りしました。これはどこでやっても通じますので、かこつければ何でも言えるというね。でも大変好きな曲で、はい、お送りしました。じゃあ次行きましょう。私の名前は、阿部敦と申しまして、ローマ字で書きますとアビート寿司っていう風に切れ目を変えるとですね、そうなるんですね。アビート寿司、阿部敦ってよくできてるでしょ。寿司ビートっていうか、日本人たる、もう日本人として生きてきたみたいな、寿司ビートって言われてあんまりいい気はしないですけど、でもなんかね、いいんです。もう日本人として堂々と生きていくんで、日本人たる曲を2曲、オリジナルですが、1曲目はイロハニホヘトという曲で、2曲目はアジサイという曲。
日本人に生まれてよかった。はい、次行きましょうね。多少笑ってもらってもいいです、どんどん行きましょう。やっぱ弾きたい曲を弾きたいなみたいな、後半もちょっといろいろやりたいことをやって皆さんにそれを付き合わせるという日になっておりますので、前半は曲をやろうと、僕の曲で女という曲をやります。
前半最後の曲で、ラ・パショナリアという曲をご紹介しましょう。
はい、休憩します。
では後半いきます。割と時期があって、ピアノをちゃんと弾きたい時とちゃんと弾きたくない時といやよくこんなに生きてこれたなって思うぐらいの、そうですね、なんかこいつはなんですけど仕事じみた音楽もたくさんやってる方なので今日ぐらい忘れたいなというのが本音です。はい、生意気なこと言ってますが大したことはありません。ちょっと、昔よくやってたんですけど、曲とか決めないで弾きたいなというのがあってちょっとやりますね。
自由に引いたのちに春のごとくっていう、春のごとくっていう春じゃない曲をお送りしました。春のようにって言ってるんで、ちなみにあのサマータイムっていう曲があるんですけど、あれは夏の曲ではなくてですね、あれは秋の曲でございまして、なぜならサンマータイムっていうからのサンマが美味しい時期に弾く曲っていうふうに僕は理解してるんですけど、あまり僕の言うことは真面目に聞かない方がいい。次、thank you.
すごい今日 D に引っ張られる。なんかレが中心になっちゃう、なんか変な感じ。フリーから姉の絵という僕の曲を弾きました。姉の絵が好きな人は大体皆さんおかしい人なんで、どうかしてますね、はい、気をつけた方がいいと思います。なんか今日はレに引っ張られる日なんでいいなと。レって明るいですよね、ほらレって明るいよねレってすごくないですか。で、先輩がなんか昔なんかミュージカルの仕事かなんかで譜面が見えなくなって、で譜面が見えなくなってよく弾けますねって言って聞いたら、とりあえずどう弾いてりゃいいんだよっていうのがすごい印象的で、しかもベーシストだったんですけど、困ったらどう弾けって、それもどうかと思うんですけど、で僕で困ったらレを弾いたら大概合うっていうねいや今日面白いんだよね。レに引っ張られるからなんか中心軸がレに行くんでしょうね。変な日です。はい、はい、では次、私の曲で、真実の愛という曲がありまして、久しぶりに弾こうかと。これはミです
絶対音がある人は最後霊に引っ張られたってバレた。今のはねダメなやつ、引いちゃいけないやつ。でもしょうがないね、今日はそういう日なんで、はい、僕のこと嫌いにならないでくださいね。次行きましょう。さっき外散歩してたら結構涼しかったので、なんか半袖で引きたくなり、そしたらそこのスナックに入りかけ、ちょっとこれはまずいな。スナック行ったことあります？昔なんかゲイバーに先輩に連れて行かれて、なんかゲイの人にちょっと人気があるっぽくて、隣に座った人になんか耳ペロペロ舐められて、ちょっとあんまり、ちょっと、配信の皆さんもいるから、まあ言わない方がいいですね。はい。ちょっとそれを思い出しちゃって、何言ってんだろう。では、次行きましょう。
誕生日おめでとうございます。誰が誕生日なんでしょうか。分かってないです。そうなんですよね。なんかもうなんかどうなってもいいかなっていうのはちょっと最近あるんで、仕事がなくならないようにはしたいんですけど、まあ意外となくなっても後悔がないっていうのはちょっと怖いんですけど、そういうこと言うと本当に仕事なくなっちゃうんで、皆さんどうか私を救ってくださいね。なんか皆さんと目が合わせられない。はい、ちゃんと弾きます。今年、大好きな曲を、僕年が変わると弾く曲がガラッと変わるんで、なんか飽きちゃうんですよね結局。はい、僕の好きな曲を最後に弾きますね。
ありがとうございました。次アンコールでいいですかね。すいません。ですね、どうしても弾きたい曲があって、これは人の曲なんですけど、僕はいつも一緒にやっているボーカリストさんで、久志さんという方がいらっしゃるんですけど、ここでも演奏したことがあるのかな。つい先日渋谷で演奏した時に、なんか感動しちゃって、いつも弾いてるのに違う景色が見えるとちょっとびっくりするっていうか、なんか、はい。で、曲はですね、久志さんの曲で、花は咲かないっていう曲なんですけど、花は咲かないっていうと、大体花は咲いてるんですけどね、あなたのことが大嫌いって言ったら、大体大好きってことになるっていうか、明るい曲を弾くと、大体その背景には暗い何かがあるっていうので、必ず表裏一体だと思ってるんですけど、なんかその曲がなんか随分となんか好きで、でそのとある感想の場面があったんですけど、その時になんか信じられない音が出て、多分今日は出ないんですけど、その音は、はい、もうなんかそういう曲が弾きたいなと。
ありがとうございました。またやります。マスターが許してくれたらまたやる。ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。今日ご覧の、皆様、何人いるか分かりませんが、ご縁あってこちらにいらしてくださったのでしょうから、本当に感謝しております。ライブをご覧になってですね、何と言いますか、ちょっと僕なりにたくさん思うことがあるっていうのは、逆にそういうのが伝わっちゃったかもしれないんですけど、まあそれが現時点ということで、またいろんな演奏を聴いてもらえると嬉しいです。投げ銭等々、していただいた方もいらっしゃるとのことで、感謝しております。お金ではない何かでいろんなことをお返ししなきゃいけないなと思ってますので、ご存知の通り私発信ベタではございますが、応援してください。これからも、はい、頑張ります。今日はありがとうございました。バイバイ。